ドド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 あランドくん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 安藤くん安藤くんおはようございます。お外出よっか。全然こっち見てくれないじゃん。うわ、ランドくん、おーもこんなに大きくなりました。やばいね。よいしょ。はいよー、いってらっしゃい。安藤くんはね、結構ね、今の冬の時期、1月の5日とかなんですけど、今日全然寒い時期でもちょっとだけならこうやってもう出しちゃってます。なんか寒いからって言ってちっちゃい檻の中にずっと入れとくのはちょっとね、やっぱりリクガメさんなんで気が引けるなっていうところがあって、ここはありがたいことに紐ちゃんとねこうやって入ったりとかするので、向こう側にまだ道があるんですけど、そこで結構日向ぼっこしてたりとかするんで、本当にこの冬場でもこう歩かせるのは大事かなと思っております。安藤くん、安藤くんはねずっと本当にずっとね何時間もあって歩いてんですよ。ナミビアだから全然ヒョウモンリクガメでもあれですね、甲羅の高さが低いですね。コーヒー飲まれる方、このハリオのこれ超おすすめです。結構今もうペーパーレスの時代で、ペーパーフィルターがねどんどんなくなってきてる時代なの でしかも味も美味しいんで、フィルターもうほんと超おすすめだと思います。このグラスもすごいおすすめで、ベトナムで買ったんですけど、ホーチミンのこのアマイっていうお店で買いました。これ本当にすっごいおすすめです。飲み口がここがねすごい細いので、すごく飲みやすいコーヒーカップ、ティーカップになってます。ランド君も入居させたのね、入居帰宅させたので、私はこれから爬虫類部屋の方に向かいたいなと思います。じゃんねー、安藤くん。ダサすぎるな。ただいま。かわいいね、苔だらけになっちゃったね、ごめんね。ただいま。かわいい。ただいま、らーちゃん、おはよう。おはよう。なんか温浴どのぐらいの程度でらーちゃんさせてますかっていう質問をいただいたんですけど、温浴ね、この子ね嫌いすぎてほとんどしてないんですよ。もう暴れちゃって仕方ないから。あ、お腹空いてるね。今あげようね。ちょっと待ってね。おはよう。
はいよ、いい子だね。あ、そう、今ネイルがね、ネイルが茶色なんで、絶対餌だと思ってるわ、これ。ほらほら、もう、ああ、もう怖い怖い怖い。やばいです、すぐ飛びかかってみます。いきますよ。あ、もう。ちょっともう、茶色いネイルはやめます。そう、あれさん。布団みたいになってるから。タチローさんは偉いね。綺麗にしてね。いつもは基本的には葉っぱをあげてるんですけど、ふとあごたちに。でも今日は大デュビア祭りということでですね。大デュビア祭り。噛みそうで噛まない大デュビア祭りなんですけれども。もうそれでこの子たちね、お腹が空いてお腹が空いて仕方がない状態になってます。で、この大デュビア祭りの時に使っているあのグッズが、すっごくいいグッズがあったので、皆さんにご紹介しながら今日は給仕をしていきたいなと思います。ふとあごは口が開くぐらいあったかい方がいいです。どうなったらこうなんの何したらこうなんだよ。バスキングスポットも地味にずれてるし。このゼロちゃんは、毎日ほとんど与えてるので、この子にもちゃんとあげていきたいなと思います。シューシュー言ってる。オブロンゴナタがシューシュー言ってるな。今日はこの袋ごと解凍をしていきたいなと思います。で、そのために私このタッパーの中に、水入れて、でレンチンしてお湯作って、その中にこうやってこう入れて湯煎して温めていくっていう。で、結構時間かかっちゃうんだけど、デュビアは。で、このデュビアは生き餌のものを大量買いして、それを冷凍してます。まず買ってきた時にダスティングしてから冷凍してます。じゃあやってきます。うわ、レンチンしてる間に、葉っぱをあげてっちゃいます。取られた。昨日いっぱい食べてたからね。ちょっと今日いらないか。やってます。実はまたクレスのペアリングを始めました。何回かこの子たちはもう交尾見てます。産んでくれるとね、嬉しいですね。あら、今日はマラカイト団子がないみたいですね。一匹だけ。この中にこう沈めちゃって、で、なんか重りみたいな欲しいな。餌皿しかなかったな。これをこう押して沈めて、あちちち、これでこう蓋をします。これでちょっとね待ちます。待ってる間に、イグアナのご飯ですね。ADME。カルシウムも入れます。こぼれすぎてんの。与えます。はい、ライちゃん、ご飯だよ。はい、どうぞ。ラちゃんね、フード大好きでね、ドライフードばっかり先に食べちゃうんですよね。ほら、選んでバレたなあ。一緒にこうやってたまに間違えて食べます葉っぱも食べないとダメだよ、ラちゃん。これ私のネイルだって。はい、こっちこっち。
で、ネイルだってそれ、ネイルって。葉っぱ葉っぱほら。あ、嫌なの？てからじゃないと全然食べないんだよね。甘々ちゃんですね。ここ取れそうだよ。これ。これ取れそうだけどちょっとやめとこう。怖い。タッピー側ね、こうやって手で取るのあんま良くないですからね。まだまだちょっと全然解凍ができないので、クレスの霧吹きだけしちゃいます。最近は朝晩じゃなくてもうね、昼1回ってだけにしてます。この中もペアリングしてます。顔出してるかわいい。起きちゃった、ごめんね。あのデビュア解凍今できたので、こちらをここに、入れていってサプリを添加します。気持ち悪いなと思う方はちょっとね、動画をちょっとスキップしていただいて、こんな感じでデビュア解凍できました。で、ここに、サプリを添加していきます。まず、私がプロデュースしたこちらのADME。これはね、もう何でも万能です。これをかけていきます。そしたら何でもいいんですけど、ビタミン D3 をかけていきます。粉まみれ。これをシャッフル。して、これを与えていきます。で、与えるときなんですが、ここがポイントです。みんなここでね、ピンセットを使って与えると思うんですけど、すっごくいいピンセットなんですよ、それが。それでちょっとね、皆さんにね、ご紹介しようと思って、今回動画にしたんですが、それがこちらです。じゃーん。あ、見えてる。ペットペットゾーンといえば、皆さんわかりますかね？全水さんから新しく新発売した、こちらのピンセットがですね、もうもろに良すぎて、これの良さといったら、まずね、この掴む感じが軽くこう掴めるんですね。なんでこう掴みすぎとかそういうのの防止になるかなと思います。で、あとここの先なんですけど、ここはちょっとね、形状が若干こう丸いんですね。触ればすぐわかるんだけど、全然こう触ってもね、痛くないの。爬虫類ちゃんたちの口口内ですね、傷つけないような作りになってるなっていうふうに思いました。ピンセット先の工夫がすごいなと思って、これを使ってから全く気にならなくなりましたね。普通のピンセットって真っ黒1色とかあっても2色ぐらいだと思うんですけど、これは3色ありまして、まずこちらの華やかで可愛らしいピンクゴールド、存在感を発揮するレインボーカメレオン、チックで高級感あふれるチタンブラック、こちらの3色展開となっております。実際にこれを使って、今解凍したリュビアを与えていきたいなと思います。で、それではね、与えていきたいなと思うんですが、私はあの太顎にはこちらのね、ピンクゴールドを使ってるので、こちらを使っていきたいなと思います。はい、では与えていきます。すっごい使いやすいですね。いや、結構本当にこうやって今与えてると思うんですけど、本当にこのね、掴みやすさが半端なくて、色もすっごい可愛いし、
多頭飼育されてる方とかはその子その子によって色を変えてあげてピンセットを分けるっていうこともすごく簡単だなっていうふうに思いましたね。私はいっぱいいるので種類ごとにピンセットを変えてあげています。はい、それでは達郎さんにもあげていきたいなと思います。ああ達郎さんもすごいな。うん、達郎さんの顔に結構ねビシビシって当たったんですけど上手やっぱ丸いからね本当に安心ですね。ゼロのチビちゃんにもあげちゃった。うわ、もう飛びかかってきたんですが大丈夫そうですね。本邦初公開なんですけどまたこちらのね立ち上げの動画とかもアップしたいなと思うんですが、ここにね実は1年半前ぐらいから飼育してる、こちらのジャイアント月光がペアでいるんですね。ここに男の子がいました。こっちがオスです。グランテラですね。でこっちにメスがいます。この子たちにも与えていきます。で夜行性の月光たち、こちらのピンセットのカラーを使って与えていきます。優しい優しい感じで。じゃあこちらの女の子にも与えていきます。うわっ、結構こうやって噛みついてくるんですよね。このピンセット先が丸くて本当に良かったなと思うんですが、実は何ヶ月もねこう2匹で仲良く暮らしてるんですよね実は。
ということで、今回は私の最近のねモーニングルーティーン、まあ餌のルーティーン生き餌がほとんどある時のルーティーンをご紹介いたしました。でその時に、最近使ってておすすめだよっていうものがこちらです。じゃーん、このピンセットなんですけれども、ペットペットゾーンさん、ペットペットゾーンというのは全水さんから出てる商品なんですけれども、まずこちらのお色味が華やかで可愛らしいピンクゴールド、存在感を発揮するレインボーカメレオン、シックで高級感あふれるチタンブラックということで、去年の末ぐらいに、こちらの3色のピンセットが新発売されました。美しさと使いやすさを追求した形状のコンプリートピンセット、この色ね、この色をチョイスするっていうところがねちょっとこだわってるなっていう風に思った点ですね。やっぱり使っててもこれだけ色が可愛いとなんかこうテンションも上がるし、私は生き物ごとによってピンセットをカラー別で変えてるんですけど、3本あったらすごく使いやすいなっていう風に思いました。多頭飼育の方にはすごくおすすめできる商品だなっていう風に思いました。根元の部分って大体ピンセットですごい重くなるじゃないですか。そうするとなんかこう なんていうのかな、持っててバランスが悪いというか、そういう感じがしたんですけど、これ全然そういう感じもなくて、割とこの平均的に持てるというか、なんかこの掴みやすさがねすごく良かったんですよね。あとね、こちらのこのピンセット先がすごい形状丸いんですね。私が今まで使ってたピンセットが下なんですけど、これだけピンセットの丸みがあるの分かりますかね。上が全水さんので下のが他社のものなんですけれども、ピンセットでこうやってご飯を給仕するときに食べたくて仕方なくて、トカゲとかだとこうブワーってね飛んできたりとかするじゃないですか。なんかそういう時にも飛んできても口内傷つけないし、すごく安心しつつこう使えるピンセットだなというふうに思いましたね。で形状はもうすっごいストレート、もうかなりストレートな形状になってて、でここのこの長さ、ここの丈がすっごい長いんですよ。まあ、例えば大型のねモニターとかにもねこうやって上げた時に短いと怖かったり、あと間違えてこう手を噛んじゃう子とかがいたりすると思うんですけど、これだけ長ければこう給仕もすごく楽だし安心できるっていうところがポイントだなって思いましたね。で長さもなんかこうすごく使いやすい長さっていうのを全水さんの社内で、研究されたみたい で29センチの長さがすごく使いやすいということで、これも29センチとなっております。でこちらの商品はステンレスでできてるので、基本的にもうね錆びにくい素材にはなってます。一番心配なのはこれだけカラーがすごい綺麗で発色がいいから生態びっくりするんじゃないかなって思われる方いらっしゃると思うんですけど、なんか使ってても全然そんなことなくって、結構割と神経質な排卵にも使ったりとか、ジャイアント月光にも使ったりとか、クレスにも全然大丈夫だったんで、基本夜行性の子たちって結構びっくりする子多いと思うんですけど、全然そんなことなくって、その色によってはこれ食べたくないなっていう風な生態っていうのはあんまりないんじゃないかなっていう感じですね。そこら辺は心配しなくて大丈夫かなと思います。色が綺麗だしすごい使いやすいから、ほんとねプレゼントにもいいなと思いました。なんか爬虫類同士のお友達、爬虫類飼ってるからって言って、これおすすめだよって言ってプレゼントするにもすごくいいなっていうふうに思いましたね。なんかお迎え記念でどうぞってあげたりとかすごくいいなと思いました。はい、ということでですね、今回は餌のルーティーンのご紹介と、最近使ってすごくおすすめだったよっていう商品をご紹介しました。で全水さんの方でこのピンセットのねキャンペーンみたいなのをやってるらしくって、全水さんのツイッターのアカウントのフォローと DM 送ってもらうことでピンセットが当たるキャンペーンを企画してるらしいです。でプレゼントキャンペーンの申し込み方法とかは概要欄に全部貼ってあるので、ぜひぜひ、皆さん応募してみてください。やっぱ私も本当に全水さんの商品はこのピンセットだけじゃなくて、ミストの機械の今もイグアナにこうやって使ってるんですけど、マイクロサンとかマイクロ UV LED とか、そういう小型のバスキングスポットとか、なんかねちょっとすっごいこうその飼育者のことをちゃんと考えて製品を作られてるっていうのをなんかもうずっと感じてたので、ちょっとね今回も本当にすごく推せる商品だと思うので、多分ねいろんな爬虫類ショップとかに置いてあると思うので、ぜひぜひ皆様使ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。餌のルーティーンなど参考になったよって方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。